皆様、外国人実習制度廃止を求めるデモにご集まりいただきまして誠にありがとうございました。去年は9000人の実習生が失踪して不法滞在者となっております。皆さん怖いですよね。全国で桃だの柿だの梨だの電線だのせっせせっせと盗んでおります。今はどうか知りませんですけれども、私が子供の頃はいわきの田舎で鍵をかける家はどこもありませんでした。車のキー差しっぱなしでも盗まれない、いわきの田舎の話かもしれませんですけれども、このまま不法滞在者が増え続ければ無人野菜販売所なんか到底無理になっちゃいますよね。それとですね、数十年後日本人に奴隷労働させられた、こう言って我々の子孫が訴えられて謝りまくる未来が私には見えます。実習生安く使って利益を得ている企業や農家や、法制上なんかも多いそうなんですけれども、そういうところはその責任を一切取りません。自民党あるいは関係省庁も将来の責任を一切取りません。今さえ良ければいいという将来が見えない連中に絶望してしまいます。その問題にいち早く気がついてここにお集まりになっていただいた皆様は、目の見える賢い方々であります。それではデモの注意、したいと思います。皆さん持ってらっしゃるのぼり棒なんですけれども、この前のデモで、2本壊れておりました。どうも畳むときに無理しちゃうようで、帰りはこちらに戻ってきますけれども、畳まなくていいですから、スタッフに、渡してください。実はこれ、1本1万円します。よろしくお願いします。今日は掲げたいところではありますが、日の丸旭日旗、なしでお願いします。帰りの山手線ですね。大崎まで池袋から、運休していないようであります。副都心線やその他の路線で、皆さんお帰りください。面倒くさかったらですね、山手線逆方向ぐるっと回ればどこにでも行きます。ゴミ捨てないで、持ち帰ってください。気温低いですけれども水分補給をしっかりお願いいたします。気分が悪くなった方は、白いジャンパーを着ているスタッフにお申し出ください。上り振らないでください。左翼っぽくなっちゃいますんで振らないでください。もしもですね、沿道にですね、罵声を浴びせるようなアンチがいても、脳みそが気の毒な方なんで、にこやかに笑って、せせら笑ってあげてください。警察スタッフの指示に従ってください。プラカード持ち帰られても帰りにスタッフに、渡していただいても構いません。どちらでも。修正さん来てますか？ああ。
よさん、外国人人身制度を廃止します。外国人を奴隷にするな。不法滞在は犯罪だ。無関心にスマホをいじっている方、
いっぱいいらっしゃいましたが、あ、これが手作りなんだな、優しいと思いました、またこういうのをやりたいと思います。なんだか名前が変わってですね、もっとえげつなく外国人労働者輸入の制度になるみたいであります。そちらの方ももちろん反対していきたいと思いますので、皆様またよろしくお願いいたします。こちらの方に今日はありがとうございました。ではお気をつけてお帰りください。帰るまではレボレあります。よろしくお願いします。ありがとうございました。